はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、この大空に翼を広げて、共通パート39、続きからやっていきたいと思います。お前ら、マジで盗み出すなんて思ってなかったぞ。廊下に出ると、マサツグが早速抗議していた。じゃあ、どうすると思ったのよ。そりゃあ。グライダーが博物館に寄贈されることを知らせてくれたのは、他ならぬこいつだ。生徒会の議題に上がり、知ったらしい。盗んだんじゃないわ、返してもらったのよ。だってあれは私たちのものなんですもの。だからってな、もうちょいやり方ってもんが。何言ってんだよ、昔はあんちゃんと一緒にもっといろんないたずらしたじゃねえか。アゲハがうんうんとうなずく。やったよね。で、怒られたよね。俺はお前らと違って真人間なんだ。あれを作るために俺たちや天音先輩がどんな苦労したか、それ考えたらこのくらいどうってことねえよ。だろうと思ったから教えてやったの。あんま無茶すんなよ。あ、サンキューな。んじゃ、これでホームルーム終わるな。一丁ウォーク。キリーツ、気をつけ。レイ。アッサちゃん。今日こそ逃がさないぞ。見学に来てもらうんだからね、我がカルタ部を。いや、それはちょっと、だって。だって何よ。アッサちゃん、部活まだ入ってないんでしょ。それはそうだけど。だったらね、お願い、見に来るだけでもさ。新任部員全然入ってなくて先輩困ってるんだ。私も寂しいし。1年生私合わせても2人しかいないし、片方男子だしさ、すごく寂しいの。お願いね。そこまで言ってもらえるなら行ってみる時でもね。人助けだと思ってさ、他にやりたい部活ないんだったらね。麻婆豆腐おごってあげるし。麻婆なんだったら担々麺もつけちゃう。美味しい超辛い中華料理を見つけたんだ。担々麺お主が辛いものに弱いのは知ってるんじゃぞ。ほーれ、つられるがよい。がっくり。姉さん。あ、ヨルちゃん、そっちもホームルーム終わったの？うん。どうしたの？いやね、あ、クラスの子から部活の勧誘受けてて。あら、君って朝ちゃんの双子？じゃあ、あなたもどうかしら。カルタって一見地味に見えるけど、結構白熱する競技で。私はパス。別にカルタに興味ないし。あ、ヨルちゃん待って。あ、ちょっと、アサちゃんまた逃がしたか。ちょっとヨルちゃん、感じ悪いよ今の。だって別にカルタに興味ないし、姉さんだってそうでしょ。そりゃそうだけど。姉さんって頼まれごと断るの下手だよね。いつか誰かに利用されて損しちゃうよ。大丈夫だよ、私それなりに賢いし。自分で賢いなんて言っちゃってる時点でね。それに私なんかに声かけてくれてるんだから、適当に返したりなんてできないよ。姉さんはほんと優しいわよね。だったらカルタ部に入ってあげればよかったのに。でもそれはねえヨルちゃん、ソアリング同好会ってどこで活動してるのかな。どうしたの急にそんな話題。いやね、あ、そのね、なんとなく。姉さん、もしかして。いや、そのやめた方がいいよ姉さん。ソアリング同好会は部活じゃない。部員だって少ないみたいだし、
めんどくさい先生に睨まれたりもして悪いことずくめだからみんな入らない近づかない大体あんな奴らの仲間になんてよくご存知だねヨルちゃんまあねじゃあ活動場所も知ってる？それは知らないというか人が止めてるのにスルーなのね姉さんはでも姉さんがそんなにお熱なんてほんと珍しいよねだからこんなにムカムカしてるのかん？私の心の清涼剤愛しき姉さんを奪う悪い奴ら絶対に許さないんだからヨルちゃん？ほんと私が励ましてもどうってことなかったのになんで急に元気になっちゃうかな？え？うん？最近ずっと微妙な塩梅だったじゃない姉さんなのにさどうしてどうしてどうしてって言われてもあの寮に来てから目とかランランしちゃって元気になってそりゃ私も嬉しいけど嬉しいけどそれ以上に悔しいしヨルちゃん？盗んだんじゃないわ返してもらったのよだってあれは私たちのものなんですものだからってなもうちょいやり方ってもんが何言ってんだよ昔はあんちゃんと一緒にもっといろんないたずらしたじゃねえかやったよねで怒られたよね俺はお前らと違って真人間なんだ声かけないの？いや、楽しそうだったから。楽しそうだったから声かけないってのもよくわからないけど。私なんかが入っちゃうと迷惑じゃない。コミュニティに乱しちゃうだけだよ。姉さん、中途半端な遠慮がちょっとうざい。そんなんでスワリング同好会がどうのなんて。話しかけたいなら話しかければいいのにそれでスワリング同好会がどこで活動されてるか聞けば一発だったじゃないのそれはそうなんだけどほんと姉さんはいつだって他人優先よね自己中の私と違って心配になるくらいそれが姉さんのいいとこだとは思うけど別に他人優先ってわけでもないよそれに私も自己中だしいきなり引っ越したいって言ったのも私だしそれでヨルちゃん巻き込んじゃったし私に関して言うなら勝手についてきただけだけどね姉さんが心配だったからほらやっぱり迷惑かけてるよそうだもっと迷惑かけるつもりでおじいちゃんにグライダー買ってって頼んでみたらあれくらいだったら買ってくれるかもよ違うんだもん買いたいわけじゃないもんそうじゃなくてあれを自分の手で作るなんだろう、うまく言えないけどああいうものに私も向かいたいというか夢私にはわからない感性くだらないお遊びとしか思えないでも姉さんらしいやえへへへ一つずつ解決していきましょう帰り道俺たちはあかりさんに言われた条件について話し合っていた一番クリアしやすいのはやっぱ部員数だよなアゲハ誰か心当たりないかなくはないけどしのちゃんとか興味あるみたいだし葵はどうなの俺もなくはないって程度だな積極的に入りたいってやつはいないな天音先輩が一人でやっていた頃よりスワリング部の認知度は上がっていて活動に興味を持ってるやつも増えた反面関わると飛び岡に目をつけられる
って噂もかなり広まっており、気軽に参加しようってやつはいない。小鳥、お前はどうだ？うん。小鳥は車椅子の上でうつむいて考え込んでいた。その表情はなんだか暗い。どうしたの小鳥？私ね、新入部員入れたくない。おいおい、なんだよ急に。だってその誰かは私たちがどんな思いで何をしてきたか知らないのよ。モーニンググローリーに憧れる気持ちも、アマネちゃんとイスカのことも、届きそうで届かなかったあの日のこともな。俺とアゲハも小鳥と同じような表情になっていた。新しい人間を入れることについては複雑な思いがある。これから部活動にしようってんだから、そんなの矛盾しているってのは分かってる。でも簡単には割り切れないのだ。あまねちゃん、今頃どうしてるかな。さあ相変わらずなんじゃない。あまね先輩は今お父さんのラボで働いている。時々メールをするが返事は来ないか、来てもだいぶ経ってからだ。あの人が筆不精なのは明らかだし、メールが来てることすら気づいていないのがほとんどのようだ。たまに複数のメールの返事を一度にまとめて送ってくるから、わけのわからない内容になってたりする。きっと研究所の自分の席にずっと座ったまま一日中何かやってるんだろう。ちゃんとご飯食べてるかな。あの美人台無しな食いっぷりを思い出してつい懐かしくなる。一緒に過ごした時間はほんの2ヶ月ほどだったけど、その時間は俺たちにとって今でも特別だった。あまねちゃんにとってグライダーはもう過去のものになっちゃったのかな。小鳥のつぶやきにみんななんとなく寂しい気分になる。何かに集中すると周りなんて見えなくなる人だったからな。きっとそのうちすごい発明品を作って世の中をあっと言わせちゃうんじゃない。もしかすると俺たちが気づいてないだけで、先輩の発明品がもうそこら中に溢れている可能性だってある。あの人は自分の実績を自慢するような人じゃなかった。だからもしそうだとしても、わざわざすごいだろうなんてメールを送ってきたりはしないだろう。俺たちとしては送ってきてほしいんだけど。また飛ばないとね。それでアマネちゃんに見てほしい。うん。あ、そのためには超えなきゃいけないハードルが山ほどあった。新入部員探しもその一つだ。ここのパーツは学校の機材で作れるんだよ。だから昼休みにでも忍び込んで。問題は主翼よね。やっぱ広い場所がないと作るのは無理だよな。時間もかかるから、あんちゃんとこの工場を借りるのも難しいし。うーん、ガレージさえあれば。あ、何か用？食堂のテーブルに設計図を広げ、顔を突き合わせていた俺たちを少し離れたところで朝ちゃんが見ていた。半分柱の陰に隠れるようにして。小鳥が変な子ねーと首をかしげた。あ、もしかして邪魔だった。ごめんね。他に広いテーブルがなくて。ガレージを失って以来、飛び予想が俺たちソワリング同好会の活動拠点となっている。いつもは俺の部屋でやってたんだけど、今は明け渡しているので、小鳥の部屋かここでやるしかないのだ。設計図を広げられるだけのテーブルが必要なので、今は食堂を使っていた。皆さん、楽しそうだなーと思って。楽しそう？みんなで顔を見合わせる。審議中って感じのその様子に朝ちゃんが、不必要に怯える。それ設計図ですよね。あ、グライダーのね。作るんですか、自分たちで？そうだよ、全部じゃないけどね。すごい、3年生にもなるとそんなこともできるようになるんですね。がおじいちゃんの系風学園だ。いや、まあそれはあんまり関係ないかな。今まで授業でやった実習にグライダー作りなんてなかった。あれ、でもグライダーはもうあるんじゃ。うん、ちょっと事情があってね。あれ壊れたままだし。アゲハが笑い話のように言う。アマネ先輩との最後のフライトの時に機体の一部に亀裂が入るなどの損傷があったが、修理はまだできていない。まあでもしばらくは無理ね。
修理も改造も。どうしてですか？場所がないのよ。でっかいものを作るにはそれ以上にでっかい場所が必要なの。でっかい場所ですか。アサちゃんが何やらブツブツ言いながら考え込む。お腹すいた。かなこさんが情けない声を出しながら食堂に入ってきた。時計を見ると6時過ぎ。もうこんな時間か。そろそろ夕飯の支度をする時間だ。今日はもうお開きにするか。うん、そうだね。絶景図をいそいそと片付ける。アサちゃんどうかした？いえ、別に何でも。それじゃあまた明日ね。お、またね、アゲハ。帰っていくアゲハを見送って小鳥が厨房へと入っていく。さてと、夕飯の支度するか。今日はなんだっけ。ひばりさん直伝のディアボラ風チキンとルッコラのサラダだ。昨日が余り物のお好み焼きという少々しょんぼり過去とはいえ、みんな満足そうだったな内容だったので、今夜は豪華に行くことにした。ちなみにディアボラ風チキンとは、チキンに胡椒などスパイスでピリ辛に味付けをして焼いた料理で、めちゃめちゃうまい。たっぷり汗が出る。夏にぴったりの献立だった。じゃあ私はサラダ作るわね。お、任せた。夕飯作りを手伝うようになって1年、小鳥ももう慣れたものだ。やったね。私あれ大好きなんだ。本当に美味しいのよ、アサちゃん。アサちゃん？かのこさんの声が聞こえてないのか、アサちゃんは厨房の中をじっと見ている。そしておもむろに、私も何か手伝います。使命感に駆られたように言った。君はいいよ、今はただでさえ部屋のことで迷惑かけてるし。そうそう、これは私の仕事だから。でも、アサちゃんは小鳥を見ている。もしかして車椅子の私が仕事してるのにとか思ってる？いえ、そんなことは。もじもじと気まずそうにする。どうやら図星らしい。甘く見ないでもらいたいわね。私こう見えて結構できる女だから。小鳥が自慢げに車椅子の上で控えめな胸を反らす。心配しなくても、部屋の準備が整ったら君たちにも仕事してもらうようになるから。はい。なぜかシュンとしてしまった。叱られたように感じたのだろうか。いいじゃん、やらせてあげれば。かなこさん、葵くんらしくないよ。部屋のことで遠慮してるのかもしれないけど、それは良くない遠慮だと思うな。ほら、アサちゃんおいで。かなこさんがアサちゃんの手を引いて厨房へ連れてくる。いいから。ねえ葵くん、何すればいい？じゃあ野菜を洗ってもらえないかな。とりあえず簡単そうな作業行ってみる。とはいえ寮生全員分となると洗うだけでも一仕事だ。だって、かなこさんはアサちゃんを引っ張ってきただけで手伝うつもりはないようだ。アサちゃんはシンクの前に立ち野菜を手に取る。これを洗うんですね。根っこのところとか泥がついてたりするから念入りに洗ってね。わかりました。生真面目に、返事すると、アサちゃんは野菜を洗い始めた。洗剤でストップ。ストップ。洗剤使っちゃダメ。でも洗うんじゃ。水でいいから。そうなんですか。食べ物を洗剤で洗うなんてボケ、久々に見た。じゃあ水で洗ってと。ゴシ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 。ちょっとアサちゃん。はい。多分もうそれは大丈夫だよ。あまり洗いすぎると栄養素を溶けちゃうからね。そうなんですか。それにその調子だといつまで経っても終わらないし。でもちょっとしか洗わないとばい菌残ってそうで怖いし。もういいから貸して姉さん。ヨルちゃん。ヨルちゃんが後ろから出てきて、アサちゃんの持っていた野菜を取り上げる。どうやらアサちゃんのことを心配して見守っていたらしい。まったく、姉さんは本当に容量が悪いんだから。量が多いって言ってもたかが洗うだけなんだから、さっさと終わらせる。
ヨルちゃんが流れるような手つきで野菜を洗っていく。見た目や言動に反して実は家事が得意なのか、意外と家庭的でいい子だったりするのかもしれない。野菜洗ったらどうする？何かやることあるならついでにやっとくけど。すごくやる気のなさそうな声で、そう言い放つヨルちゃん。じゃあ野菜切れるか？やれないわけないでしょ。スープ用に玉ねぎと人参とじゃがいもあたりを切っといて、切っといてもらえると助かるかな。はいはい、一つだけ言っておくけど、あんたたちの手伝いしてるわけじゃないんだからね。姉さんが見てられないからやってあげてるだけで。訂正、いい子ではないと思う。はい、ピーラー。いらないわ、目が深いからこっちの方が早い。そう言うとヨルちゃんは包丁を使ってじゃがいもの皮を剥き始める。綺麗に皮だけ、身をえぐることなく綺麗に剥ぎ取った。なかなかやるじゃない。何負け惜しみしてんだよ。野菜を洗い終えた彼女は今度は無駄のない段取りで芋と人参の皮を剥き、そのまま包丁で切り始めた。このくらいのサイズでいいの？もう少し小さい方がいい？一口大に乱切りされたほぼ均等な人参とじゃがいも。いや、そのくらいでいいよ。そう。玉ねぎは薄切りでいいの？あ、縦にな。はいはい、言っとくけど私の時給は高いんだからね。しかし、なるほど、どうして。本当に上手ね。葵くんとどっちがうまいかしら。ムカつくけど私よりできる女だ、ちょっとだけ。何よ。いや、君家でご飯作ってたりしたのか。別に、このくらい家庭科の授業でもやってればできて当然でしょ。私はできてないけど。私の家、両親が開けることが多くって、使用人が作る料理が気に食わないからってヨルちゃんが作ることが多かったんです。姉さん、いらないことは言わないの。どこで勉強したの料理。家庭科の授業でこんなことまでやらないと思うけど、ググればいいわ。なるほど。ネット全盛のこの時代、親から教えてもらわなくても料理はできると。ヨルちゃんは何でもすぐに覚えて、何でも上手にやれちゃうすごい子なんです。だから私の自慢の妹なんですよ。だから姉さん、余計なことは言わないの。生意気な天才少女ね。その日の夕食はとても美味しかった。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。